こんにちは、カクスケです。僕と魔王やっていきますよ。前回はビッグブルが仲間になって、でマドリルでね、リンダちゃんとマルレインさんのね喧嘩が始まってしまいました。モテモテですね、カクスケくん。そう、そして次の日になって、こっち行けるかな、王女様、大丈夫？鍵を閉めているようだ。仕方ないね。何もないようだ。そっか。そっか。どうしようもないんですね。じゃあこっちの方は？歯車ないね。全然集められてない気がする。もう何個ぐらいしか取って、10個も行ってないはず。最近全然クエストをやってない。クエストっていいのかな、アイテムあげるのやってないですね。全然アイテム欲しがってる人がいなくて、4つしか取ってないもん絶対少ないでしょう。で、リンダちゃんの音楽流れてますね。いるのかな、外に。あ、なんか歌ってるお、なんか噂話が合ってるみたいですね。あ、入っちゃったそこの人に話しかけるつもりはずだったのに。正義の人かな、あの金髪の人は。ああ、変わりませんね、ここは。やっぱ中は多分変わらないでしょう。外で話してる人の会話が、あの歌声はみたいな。あ、うん。ああ、いやいやいや、話変わってた。なんか強い兄貴を見つけた感じ、一生ついていく。僕は正義のために死ぬんだ。全然話の内容がわからなくなっちゃった。もう何が何でも正義だよ。そっか、ビッグブルを倒したことについて話してましたね。駅の方がなんだかうるさいですの。あれがリンダちゃんっていう女の子ちゃんの歌なんかいの。アイダルってのはみんなあんな感じなのかの。ふぅ、あんなの声、あんなの聞いたら鶏が卵を産まなくなっちまわないかの。心配じゃの。ふぅ、その点やっぱりグッドマン杉の歌う懐かしメロディーはええの。それにあの流し目、青春思い出しますの。ほほほほ、これが年の違いというやつですね。世代の違いですね。なんだか男らしい魔王がいたんだって。それあれもおめえたちがやっつけちまったみたい。やっつけちまったってらしいじゃねえか。いや、なんかすげえよ、本当にすげえ。俺はおめえたちを全面的に応援するぜ。頑張れよ坊主。まあこんな時にこんな顔しかできない名前も知らねえ親父に言われてもあんまり嬉しくねえだろうけれどよ。いやいやいや、ありがとうございます。応援でね、やる気が出ますからね。なんだっけな、トビーじゃなくて、なんだっけな、あ、トビーだったリンダお姉ちゃん最高でしゅ。なんだかどんどん最高でしゅ。でもロザリーお姉ちゃんや王女様の顔を見たら心が揺れるでしゅ。マギーお姉ちゃんの顔を見てもきっと心が揺れるでしゅ。罪な男でしゅ。誰か一人を決めた方がいいと思うんだけどね。と言いつつね、自分も決められてないんですけどね。ロザリーって考えてるけど、王女様もいいもんね。はい、前はおとなしい子だったのにね、マギーの後をくっついて歩くようになってからはやんちゃになっちゃって、まあいいことだと思いますよ。珍しく帰ってきてるじゃん、デイル。まったく困ったもんだよ。確かにマドリルには1階と2階がある。日当たりのいい2階と夏でも涼しい1階だ。でもね、そりゃあどっちもどっちだよ。いいの悪いのじゃないと思うんだ。それがいつの頃からか仲が悪くなっちまった。しかし何も子供まで2つに分かれて、あれ、これは最後の言葉は変わりませんね。デイルのお父さんいい人ですよね。アイドルに熱中しないこと。これオイラが作ったまだら猫団の鉄の掟で起きて、その21だ。21個もあるの。はあ、この掟破りてー、リンダちゃん見てーよ。なんてことはみんなに内緒だぞ。あららら、デイル自分で作った掟に縛られてますね。そんなこと作るからだよ。アイドルなんてね、好きな人は熱中したっていいと思うよ。お、リンダちゃんファンすごいな。あんなピンクピンクしてる。
でも先にね、マギーの方にね、あのアイドル人気ありすぎ、なんであんなに人気があるわけ、商店街とか街角で歌を歌ってるだけなのに、地道な活動ってそんなに効果があるのかな、不思議。そこまで歌は上手くないんですよね、確か。酒が切れてますよ、マギーちゃん買ってきてくれないの。めったく近頃の若いのと来たらアイドルなんて抜かしやがって、歌といえば男涙の花嵐に決まってるだろうがよ、ヒック。歌うは我らが癒しぶき先生、苦節15年の男の心意気だよ、それが歌の心ってもんだよ、ウェイ。たくりんなだかなんだか知らねえが、うちのマギーの方が可愛いったってんだよ、こんちくしょうめ。まあね、父親はそんなもんでしょうね、娘が可愛くて仕方ないんでしょうね。リンダちゃんも可愛いんですけどね。可愛いと思うよ、角も生えてるし。リンダちゃん可憐だよね、リンダちゃん可愛いよね、リンダちゃん最高だよね、リンダちゃん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 萌え、すごいなもう絵に描いたような、リンダちゃん、リンダちゃん、リンダちゃん萌え、みんなじゃないですか同じこと言ってるし、通行人数なんて、グループがあるんですね。ここの張り紙もすごい、もうリンダちゃん、リンダちゃん熱がすごいぞこの街。そりゃあ面倒くさがる人もいるわ。ここまでなるとね、周りの人は大変ですね、おじさんとかね。組合と黒幕商事との癒着疑惑解明までジュースを断つは所存であった私ですが、早くも疑惑が解明できつつあるとか今更ですね。単なる噂で本当に良かったです。もう同じ公僕として肩身の狭い思いをしなくて済みそうです。今更ですね。今話題はリンダちゃんで持ちきりですよ、外に出なきゃね。もうこんなに歌声が聞こえてきますから。ここね、1階なのにね、ここの人たちは、あれは変わりませんね。さすらいの商人さん変わってないよね、多分。そうだ、まあ見たと思うけど、この戦いの闘志とかでしたね、そういえば。心得とかね、どこのズボン、あ、そっか、ズボンだけなのか、この人は買う。いや、あと2人は誰でしょうね、仲間楽しみですね。まさかビッグブルが仲間になるとは思わなかったから、こんな感じで予想外の人かもしれませんね。やっぱり黒幕商事だ、まあ変わってないでしょうけど。はい、52、はーい、とりあえず一番上の人だけ話しかけようかな。もうリンダちゃんの音楽がすっごい聞こえてくるけど、もう歌詞もついたんですからね、わーわーって言ってますけど、まあね、この頃のゲームはそんな歌詞がついててもこんな感じの歌声だったりしますからね。わかりませんね、これ以上は無理かな。だよね、確か。どんな感じですか、うまくやってる、リンダちゃんのね、リンダちゃんのスポンサーでもしたら。現実は厳しいよ、リンダちゃんおすすめだよ、これからね世界中に人気になると思うよ。今はねマドリルだけなんですけどね。じゃあ2階に登りましょうか。多分いつも通りのところで歌ってるんですよね。通行人数なんであんな関係ないところにいるんだろう、ファンならそこら辺にいればいいのに、リンダちゃんの歌を聴けばいいのに、目の前で。よし、行こう。うわわわわわわ全然歌が覚えられない。こっちがなんだっけ、あー、歯車ラブの人たちか、多分変わってないでしょうね。オンディーヌちゃん相変わらずですね。歯車集めたいんだけどな、全然見つからない、本当に見つからない、全然。
エンカウント率の高い中で見つけるのが大変なんですよね。そうだ、事情通たちに話しかけてないな。せっかくリンダちゃんが歌ってるのに。はい、うん、最近の客はなんだかアイドルの話ばかりしてるね。大して酒も飲まないし、困ったもんだよ。それは困ったもんですね。せっかくならお酒飲みながらね。うん、今日はあの人気絶頂のアイドルリンダちゃんの情報です。あのリンダちゃんの人気アップの裏には、あ、そういえば聞きましたね。うん、私ですって言いましたね、そういえばね。よし、やっとリンダちゃんの元へ。あ、通行人数、一緒に上に上がろうよ。一緒に歌聴こうよ、一緒に一緒に言い過ぎだ。どうかな、話しかけられるかな、周りに人だかりとかできてるかな。よいしょ、どうだ、あれいない、え、あれ、こんなところにファンがいるぞ。この人数数える人でしょ。あ、駅の人だ、鶏頭の人だ。リンダちゃん萌えのため現在使用できませんよ。リンダちゃん萌えの事情はお察しください。リンダちゃんが萌えだから、鉄道がリンダちゃんで萌えなところを、リンダちゃんがリンダちゃんなんです。うわぁ、なんてこった、放置じゃん。ダメだよ、駅員さんちゃんと守ってなきゃ。はい、私はこのようにリンダちゃんに分配熱心なのは、つまりは私の中のイデアという美的センス及び欲望と他者同一性の共同幻想とかとが絶妙に絡み合った結果としての一必然であり、頭に血が上ってしまってるわけでは決してないのである。分析系ですね。私は何が言いたいのかというと、つまりはこういうことなどだろうと考える。リナちゃん萌え、全然分析系じゃないじゃん。もうまさにその通り、導き出された結論に狂いはない。今こそ声高に叫ぼうではないか。まあある意味当たってますね。ちゃんと分析できてますね、自分を。切ないよリンダちゃん、こっちを向いてよリンダちゃん、僕だけを見ててよリンダちゃん、その声で歌ってよ、その声で笑ってよリンダちゃん命。いや、一人だけを見るってのはなかなかね、アイドル難しいと思いますよ。リンダちゃん、リンダちゃんってば。リンダちゃん、なんでそんな悲しそうなのこんなに萌えなんだよ、萌え萌えなのだよ。なのにリンダちゃん、僕を見てくれないって。まあ仕方ないよ。ああ、リンダ様、あなたは天使です。いや、神です。ああ、違う、そんなちっぽけじゃない。リンダ様、あなたは世界です、宇宙です。そんな宇宙の一員でいられることに私はひたすら感謝であります。すごいな、神だな、宇宙だな。 I'm sorry リンダちゃん、いや、あえてこう呼ぶぜ、 Sweet Angel リンダ。おいら勝手に連合を作っちまった。でもおいリンダ、お前ならわかるはずだ、おいらの熱いハートを。 Oh my sweet baby、 ロックンロールなおいらに甘い口づけウォンチュ。すごいみんな濃いな、キャラが。リンダちゃんファンはさすがだな。リンダちゃん萌えです、萌え萌えなんです。リンダちゃんの研究したいですよ。全然暗い研究員じゃないね、もう完全に明るくなってますねこの人。あれ、リンダちゃんいないじゃん。あれ、どこ行った、これ研究所とかでしょ、普通の家だっけここは。うん、研究所でしょすごいリンダちゃんなんです研究所はリンダ、研究所がリンダ、萌えが研究所、リンダちゃん萌え研究、リンダちゃん研究所なんです。溶けるかな、溶けるかな、ふふふふ、リンダちゃんの魅力溶けるかな。ああ、なんてこった、2階部分はもう完全に侵されてるぞ、毒だぞこれは。いや、いいことなのかな、どうなんだろう同じこと言ってるし、うわー、うん、リンダ様なんて言ってる。最高最強 地上の天使。あー、せーの、すっごいなー。はい、固く閉ざされていますね。
その本人がどこにいるかわからないんですけどね。どこなんだろうな。研究所も完全にですね。え、どこにいるの？いつものところにいない。この人は？あの地味な子じゃん。人嫌いの人。ちょっと話しかけないで。私に話しかけていいのはリンダちゃんだけなの。それともあなたはリンダちゃん？どうなの？そうなの？萌えなの？リンダちゃん。リンダちゃん会いたいのよ、リンダちゃん。これ女性の方ですか？うん、リンダちゃんお話ししましょう、リンダちゃん。リンダちゃん、リンダちゃん。もうリンダちゃんどうしたって、リンダちゃん。何が何でもリンダちゃん。リンダちゃん。リンダちゃん、すごく人気になったね、昔に比べたら。よかったじゃん。こんなにまでなるとは。可愛いと思ってたけど、理想の人が現れないの。いつになったら白馬の王子様が。でも無理なのは分かってるの。そりゃそうよね、リンダちゃん可愛いもの。男子はリンダちゃんまっしぐら。前まではね、ミスマドリルだったのにね。あー、リンダちゃん最高。完璧な美しさ。女の私も惚れる。そうよ、リンダちゃん萌えなの。あ、よかった。この人がね、リンダちゃんのことを嫌ってたら、ちょっと申し訳ない気持ちになったんですけど、あの人もリンダちゃんのこと気に入ってるみたいでね。よかったよかった。こっちは？あ、いた、ロバート。マギー、リンダちゃん。え、どっち？マギー。いや、リンダちゃんでしょ。リンダちゃんだわ、リンダちゃん。マギーよりリンダちゃん、リンダちゃん。リンダちゃんだよ、全員集合って。ヒゲモグリンダ団結成で萌え。あんなにマギーのこと好きだったのに。それはいただけないな、ロバート。ロバートだけはね、マギーのことを見てて欲しかったのに。じゃあマギーは私がいただきますよ。可愛いもんね、マギーもね。いない、いない、本当にいない。どこ、どうなんだろう、どこにいるんだろう。こっちにもいないでしょ。一回外に出てみないとダメなのかな。そしたら王女様出てくるかな。それとも一回止まれって。でも一回止まった後ですよね、これ。わからない。外に出てみようかな。イベントが起こるかもしれない。完全にリンダちゃんですね、この街は。もう心配になるぐらいリンダちゃんですね。あれ、普通に出られるんだ。あれ、じゃあ戻ろうかな。何も起きなかった。やっぱりマルレイン様のとこに行ったらいいのかな。あー、ビッグブルだ。そういえば、そういえばだった。でも戻るんですけどね。あれ、どうしよっかな。あ、結構ゆったり入ってきたな、二人とも。いつも突き飛ばされてたのに、仲間に。今までの原因はキスリング様のせいだったのか、突き飛ばされてたのは。はい。マルレイン様どうした？リンダちゃんを見つければなんとかなる気がするんですけど。はい。寝よっかな、一回。休む。多分無理だよね。このゲーム進めるときは寝るか外に出るかだもんね。やめとこう。ちょっと間違って話しかけただけだから。ロザリーでしょ。王女が鍵を閉めているようだ。これはリンダちゃんを見つけないことには始まりませんね、多分。今まで探してないところっていうと、場の中？まさか、まさかだよね。下水道もさすがにないでしょう。役場の奥まで見てみようか。多分違うと思うんだけどね。せっかくこの町にリンダちゃんがいることですしね。
ラブラブリーリンダ、ゴーゴーリンダ、イエーイ。リンダちゃん、こっち向いてよ、リンダちゃん。グーグー、むにゃむにゃ。相変わらず寝てますね。でも完全にリンダちゃんですね。はい。お。まだこの町に魔王がいるとでも？それとも私の感覚がどうにかなってしまっていると？勇者の信頼は少なくともこの町じゃベッタベタに地に落ちちまったわけだよな。悲しいことだけどよ、その信用を今から回復していくっていうのは並大抵じゃできねえよ。まったく大変なことだよな。うん、いやはや、まあ組合とお化けの癒着の噂はだんだんと薄れているようですね。ですね、完全に忘れられてますよ。うん、噂を、うん、黒幕少女の皆さんが噂を否定して回っているのだとかで、これでまた静かな日々が来るわけですね。うん、この町ではすでに魔王が2人も倒されているんだね。なんかすごい町だね。もう今更なんだろうね、来るのが遅すぎたな。でも他の町に行くのはもう少し待つんだ。だってリンダちゃんがいるんだもん。リンダちゃん、リンダちゃん、この町に来てなんだか正解。うん、ミーハーですね、さすが。ちょっと魔王の気配がす、ちょっとね、リンダちゃんが魔王なっていうね、嫌な予感がしてしまったんですけど、どうなんでしょう。角生えてるからな、違っていてほしいですけどね。それにしてもどうなんでしょう、もしそうだとしたら下水道ですよね。行ってみよっか、下水道一応ね。どっから入るんだっけな、ここだったっけ。うん、そうす、あ、これは移動するためのマンホールか。どこだったかな、下水道忘れちゃったな。え、こっち側かは通れなくなってて、ここら辺？あ、ん？あ、どうだったっけ？ここだ、こっから出てくるのか、あっちから。で、ここがマギーたちのところで、こっから入るんだっけな？あ、ぽいですね。あ、ここですね、下水道。下水道にいないでほしいな。リンダちゃん、魔王じゃなくてほしいな。どうだ？あ、これは違そうですね。違うっぽいな。ん？何？うん。まあ。イエーイ。うん。あ、違うな。あれ？ネズミさんすらいない。でもここでしたよね、下水道は。でもなんか先が見えますね。あー、いや、いいでしょ、ビッグブルの力を見るチャンスだ。よし、その前に倒しちゃいそうだけど、これは老いたトレントね、いましたね前から。頑張れビッグブル。多分無理、倒しちゃうな。あ、いけた、80、51。うん、まあ仕方ないか。うん、強いじゃん、なかなか。そういったトレント。ビッグブルは赤色か。じゃあ、レッドを覚えるのかな？レッドは確か全体攻撃じゃなかったっけ？そうだとすると助かりますね。違いました。どこいるんだろう、リンダちゃん。どこだろう、リンダちゃん。いいですよね、この音楽。でも自分はこの声が入る前の方が好きだったかな。どこだろう本当に。これ黒幕障子でしょ、言ったもんねさっき。うん、噂ちゃんがいないな。やっぱリンダちゃんといえば2階でしょ。あー、どこだろう、
すみませんね、今回の動画はこれだけで終わりそうですね。見つける前までで、あとちょっとで見つけられたらいいんだけど、次回行きますってね、投稿者コメントに書けるんですけど、いつもここにいるのにな。みんなあっち向いてる。そんなことない。上にいるとか、見回してみてもいない、いないよ。こっち側から一旦外に出たらどうなる。これで無理だったら終わります。本当にいないな。でも絶対マドリルにいますよね。歌声も聞こえるし、普通に出てきちゃった。マドリル置いて行くわけにもいきませんもんね、お嬢様を。でもどこに行ってもないし、外に出るべきなのかな。まあ仕方ないんでね、今回はこれで切りますね。ご視聴ありがとうございました。